が走りそして蹴る姿を目の当たりで日本で見る最後の試合であります。コスモス対全日本代表、試合が始まっております。左側からインビジブル白いユニフォームがコスモス、右から左に攻めます濃紺のユニフォームが全日本代表であります。それではまずコスモスのスターティングメンバーからご覧をいただくことにいたします。前半開始直後、全日本陣内に攻め切っておりますコスモス、白いユニフォーム、コスモスのメンバーでやります。コスモス、立ち上がりのスリーングチャンス、日本のバックスがクリアしておりますが、その前にホイッスル、ご覧をいただいておりますように、フルバックでは背番号25番ブラジルのスーパースターでありましたカルロス・アルベルトの姿が映っております。コスモスのゴール前のチャンスが続きます。日本クリアしました。ご覧のようにハーフ陣ではカイザー、フランツ・ベッケンバーは西ドイツワールドカップ優勝のキャプテンであります。ちょっと足を止めているのが心配。そして背番号10キングペレ、さらに画面に映っておりますのはイタリアの得点王キナーリア、ゴール前の得点王であります。中盤まで日本を返しました。日本代表のメンバーをご覧をいただきます。スターティングメンバーです。ご覧のようにヨーロッパ遠征をいたしまして鍛えてまいりました全日本はだいぶメンバーが若返っております。若手の活躍も今日の日本代表の注目であります。そして背番号9日本のストライカー鎌本にとりましては今日の試合が全日本のユニフォームを着る最後の試合であります。世界のヒーローペレ、そして日本のヒーロー鎌本、この2人にとりましても思い出深い一戦となります。今日のコスモス対全日本であります。解説はかつて全日本のゲームメーカーとして活躍されました三井重工の森高治さん、そしてゲストにはサッカーファンおなじみの岡野修一郎さんにいろいろとお話を受けたまわってまいります。それにいたしましても今日の本日競技場は7万観衆超満員になりました。日本のゴールキーパー田口から中盤へ、岡野さん入りましたね。入ったですね。さあペレ、はい、この観衆の入りは東京オリンピック以来ですね。森さん、それにしても今日の試合はもういろんな意味で私どもにいつまでも思い出に残るような試合になりそうですね。そうですね、これだけ入ったゲームというのは本当、はい、サッカーでは初めてです。アルベルト、アルベルトからゴール前へ、日本のキーパーは田口、三菱の田口選手がゴールを固めます。キャプテンの、全日本のキャプテンの鎌本、左側、ちょっとボールが回らない、カットされました。岡野さんは今日の試合はどんな展開を予想されてますか？そうですね、まあ、私としてはね、なんといってもやっぱり全日本勝ってほしいですよね、はい、正直言いまして、ですから、まあ、いろいろそういう話題の多いゲームではありますがね、はい、やはり一つの勝負として、得点がお互いに入り、しかも最後は日本が勝つと、そうなってほしいですね、はい、日本の組織的な攻撃、思い切ってシュートを打ちましたが、これはちょっと跳ね返りました。しかし今で右に展開、日本リーグでちょっと足を痛めております鎌本が今日フルパワーで活躍しきれるかどうかというのもちょっと心配ですが、本人頑張る、こう言っております。森さん、立ち上がりの感じはいかがですか？そうですね、この間のゲームよりも、やはりコンディションがいいみたいですね、コスモスの方、なるほどね、動きが活発ですね、はいはい、しかも今日は7万という観衆が入りました、もうこれだけ入りますともう黙ってても燃えてきますよね、そうですよね、はい、ペレにはぴったりと日本藤島がマークしております。キャプテンのロスからベッケンバウアーへ、ペレからスヌーのパス、右に縦パスが通りましたがダメ、日本バックスクリアしております。今日はとにかくペレのユニフォーム姿を見る最後の試合という意味があります。北米リーグのチャンピオンになりましたコスモの試合はどうかという注目もあります。鎌本の全日本最後の試合という注目もあります。そしてまた若手が多く加わりました全日本代表はどのような試合をこの先に将来のオリンピックへつなげて展開してくれるだろうかという楽しみもあります。いろんな話題の豊富な今日のコスモス対全日本でやります。森さんのポジションからいたしますとね、はいはい、ハーフの両サイドを固めている、西野、金田、この辺りのプレーぶりも今日は注目したいところですね。そうですね、やはりモスクワで、モスクワ我々日本のチーム狙うとしたら、はい、彼らがやっぱり成長してくれないと
難しいと思うんですね、はい、スローインは金田この2ヶ月のヨーロッパ遠征でどれだけ成長してくれたか、はい、それをこのゲームで見てみたいですね、はいはい、中央大学のまだ若い19歳の金田奥田とスイッチしようとしました。これはカットされておりますが依然として金田ボールをキープ。川本から右へ、さあ中に折り返せるか、なかなか球筋はガッチリゴール前、キーパーは怪しい、ちょっとボールが空いている、シュートがしたい。玉本君も乗ってますよ今日は、はい、7番の大観衆の歓声であります、まあ、サッカーの試合でこれだけの歓声の中でゲームが行われるという試合も日本では本当に初めてのことですから、これも選手が思うのも当然であります。そうですね、我々この上にいましても、もう熱気でもう汗が流れてきますね。そんな感じですね。11番奥寺、鎌本の後を継ぐ選手です。その奥寺正面、前だから左に振る。3番の斉藤上がっています、ゴール前、斉藤のシュート。森さん思い切って斉藤上がってきましたね。そうですね、彼はこの2ヶ月のヨーロッパ遠征で非常に攻撃参加ということをですね、はい、勉強してきたようで、うちのチームでも非常にそういうことを狙ってますね、はい、さあペレです。ペレがどのような球を出しますか。前世時代には9人も抜いたというペレですが、まあ、今日は藤島がどれだけペレをマークしてくれるかというのも注目の一つです。これはちょっと悪い、ベッケンバウアー、12番はフルバックのスミス、ボブスミス、おー引く、左側へボールを回してキナーリアが待ち構えております。キナーリアキープ、キナリアの代表選手としてワールドカップにも出場いたしました。キナリアのゴール前、この長身ですから、これは岡野さんね、はい、空中戦というのは一つね、ゴール前ね、あーですね、これだけ大きくてね、肩幅張りますとね、はい、なんかこう前に柱が一つ立ってるような感じですからね、そうですね、セル選手はなかなかきちいですよね、奥寺6番の藤島です。コスモスが球を取りました。なかなかやはり森さんね、はい、今のペレはそうだったですけども、さすがに、世界のスーパースター、ベテラン選手集めているコスモスは球筋を読むのがうまいですね。そうですね、ボール扱いが非常にしっかりしてますし、はい、日本の攻撃になります。森さん、感じとしてはコスモスはあまり中盤はそう厳しくチェックしてこないですね。そうです、むしろ早く基準して、はい、危険なスペースを消してですね、はい、相手のスピードを止めようと、そういう感じの守備を、はい、やるみたいですね、はい、ピッチからアルベルト、そして左側へ、あ、プレーボールが回りませんでした。また日本がカット、一進一退という立ち上がりの攻撃展開が続いております。奥田へ回りました。さあゴール前、このヘッティングはちょっと反則があったというのはカウントのジェスチャーですが、アルフェイトの頭を押さえております。岡野さん、鎌本の動きいかがですか今日は。そうですね、まあ点彼に取ってほしいですよね。そうですね、はい、なんか狙ってるような気がしますけどね、プレーブル見てますね、はい、はい、楽しみですねこれはね。前にね、鎌本君の足見ましたらね、はい、だいぶ腫れてんですよね。それでちょっと今日は
長くやれないですよなんて言ってましたけどね。そうですか。僕はね、とにかく1点取ったら極端に言ったら5分でもいいよ。まあ冗談ですけどね、もちろん90分やってほしいんですけど、はい、あー、これちょっとパスが出た、そんな話したんですよね。はい、新井から横田へのパスが流れました。鎌本です。トップにおります。鎌本、コスモスの攻撃です。アルバルトから上がってきます。センタリングゴール前、どうだ、あ、危ない。今もセンタリングをしたのはフルバックのボブスミスでやります。スライディングをしながらのセンタリング、うん、ちょっとこれがまともに当たりませんでした。助かりました。さあまたコスモスのチャンス、ロングシュート、これはダメです。逃げ切れました。8番テリー・ガーベット、ガーベット選手はイングランドの選手であります。まあ、典型的なミッドフィルダーだということでありますが、思い切って正面からロングシュートが外れました。7番監修のます国立競技場、コスモス対全日本、ゼッケン2番横谷、奥寺へ、かなり当たりがきつくなりました。バックパスで1回戻します。確かに岡野さん、先日の古川電工との試合よりも今日コスモスがかなり当たりがきついですね。そうですね、当たりはなかなかきつくなってますね。なってますね。アメリカの北米リーグはかなりラフなプレーも多いんですが、今日はその片鱗が出てきました。さあ全日本のチャンス、あ、やはり球を取られました。今ボールを持っている25番はブラジルのスーパースターのカルロス・アルベルト。ブラジルチームが3度目のメキシコワールドカップで優勝いたしましたとき、イタリア戦で最後のゴールを挙げたのはこの今のアルベルト選手であります。ペレのパスを受けたアルベルトが4点目を挙げたわけであります。そのアルベルト、まあ、ペレとの最後の試合を一緒のチームでできるのは本当に光栄だと、こういう言葉をアルベルト選手は語っています。トピッチからのバックパスですから、岡野さん考えていますとね、コスモスにいろんなあの外国のスターが入ってくるのは、なんかペレと試合を一緒にゲームをやりたいからなという気持ちもあるようですね。そうですね、まあね、サッカーの選手もちろん素晴らしい技術能力を持っている選手いろいろいますけどね、はい、あらゆる選手がペレとやりたいと、いうことを言うというのは、ね、やはりペレがいかに素晴らしいかと、はい、いうことだと思いますね。そうですね。ベッケンバーカーの片松が行きました。ゴール前、キナリア、キナリア、キナリア、キックシュート、森さん、今のベッケンバーカーの球ですが、素晴らしいパスですね、相手のバックラインの裏へ、しかもキーパーの取れないところへね、はい、放り込んできますですね。今のキナリアのプレーですけれども、はい、最初ゴールに背を向けてたのをクルッと振り向きましてね、振り向きざま、シュートを打つ、ああいう速さっていうのはさすがですね、はい、これはバックスもクリアできない、キーパーも飛び出せないところですからね、あそこで振り向いてすぐシュートを打ちますね、はい、これは岡野さん、あれだけの大きい選手がと思うようなこの身のこなしの鮮やかさがありますね。鎌本です。もう一回鎌本へ戻る、立てます、いったできない。今のは長いですかな、カネダ君じゃない、カネダですか、ミスは、はい、ペレ、うーん、前とこ行きます。キナーリア、キナーリアからもう一度ペレ、ペレからベッケンバウアー、ベッケンバウアーも今日はかなり大丈夫ですね、足はいいですね、さあコスモスの攻撃、ゴール前、さあキナーリアのシュート、この辺のキープ力が素晴らしい。そしてキラリア短いパスが行ってシュート、あれももう前を向くのが早いですよね。そうですね、後ろから来たボールをもうワンタッチですぐシュートが打てるところへ止めてますからね、ああいうところさすがですね。敵はやっぱりセンターフォワードにふさわしいような見方ですね、
まあ、日本選手はああいうところを見習ってもらいたいと思いますね。あそこで間が一つ入りますともう潰されちゃいますからね。はい、キマリア選手は先日は第3の時には日本の好プレーには自分で拍手を送ってましたが、今日は全然そんなそぶりもないんで絶対に勝つ、その圧倒的に勝つというような雰囲気はコスモスにちょっとあります。コスモスボール、岡野さん聞いていましたね、今あれだけそのキマリアへパスが出る前にパスを潰したいという場面、そうですね、日本ですけどね、あの前の場面でお分かりいただけると思うんですが、ね、はい、まだ日本の守備で一番の弱点というのはね、スピードに乗ったドリブルでつっと突っかけられてくるとね、はい、どうしても受け身の時の守備が下手ですね。あ、 そうです、そこから崩れましたね。なるほどね、はい、奥寺、右オープンに展開、あ、これはちょっと無理です。今日はあの全日本を見ますとね、かなりバックスが思いつく攻撃の時に上がっていくという形が何回もありますね。そうですね、こういう指示を出されてるんじゃないですか、はい、さあペレです、あ、また素晴らしいパスだ、あ、とにかく針の穴を通すようなパスですね、ペレのパスというのは。今体が完全に向こうを向いてましてね、あっち側の方を向いてましてね、はい、それで右のアウトで、あそこでも状況を見てますね、今ご覧いただきましたように右足の外側であるところへコースへ、ね、ね、素晴らしいパスが行きました、まあ、ペレにはおそらくあのペレ本人のプライドとしても他人の通せないところへ絶好のパスが俺は出せるんだという、それだけの、まあ、世界のスターのプライドもあるんでしょうね。全日本への声援が飛びます。4番加藤、おほ、ちょっとペレが太いました、大丈夫でしょうか。12番また上がっていきます、ボブスミス、そして22番スキリオン、キナーリアへ、そして依然としてまだコスモスボールです、ペレ行きました、8番ガーベット、もう一回ガードしていきます、キナーリアへ、ヘッディングで落としました、これはダメ。しかし森さんね、はい、ペレ選手のパスを出すときは本当に何もない感じでスッといいところにパスいきますね。結局あそこへ蹴るぞって言ってそこへ蹴らないわけですね。そうですね、調べてるような格好をして右へパスを出すという、ね、いわゆるフェイントが入ってますから、はい、予測しにくいわけですね、はい、さあペレ、ペレからキナーリアへ、もう一回ペレ、キナリア2人の間で細かいパス、あ、またキナリアへ、もう一回ペレ、もう一回出した、お、危ない危ない危ない、岡野さん、今の2人 の、 あの細かいパスの交換いかがですか。前です ね、まあ、あのね、タイミング、今森君が言ったようにね、はい、もうタイミングといいね、コースといいね、日本のバックが予期しないところでそっと出てくるんですね。そうですね、それとね、一つちょっと日本のバックスね、はい、ちょっとこの大観衆に逆に日本の方が上がってる感じですね。あ、そうですか、はいはい、もっとのびのびやっていいんですかね、はい、っていうのはね、今のコスモス見てますとね、はい、非常に速攻とキナリアの縦への突破っていうのをね、もう中心に今攻めてますよ、はい、それが分かったらやっぱり日本の守備もね、もうちょっと速攻を警戒しなきゃいけませんね。なるほど、そこら辺が分かってるはずなのに、なんかちょっとね、はい、上がっててどうもやられてるという感じですね、はい、まあ、この辺りは藤島君あたりが相当締めていかなきゃいけませんね。ゴール前パスが通らない日本のバックスは横谷、斉藤、加藤、新井、そして、中心に藤島がおります。ペレです、ペレからスクリオンへ、もう一回ペレ、またスクリオンへ、これはカットしました、依然としてコスモスですがオフサイド、前半20分を過ぎています。も
上さん、ちょっとこのところ全日本を抑えてきましたね。そうですね、今の試合に比べまして潰しが早いですね。そうですね、はい、とても早い、この前に比べたら、ね、森君に言うと日本と早いですよ、はい、非常にね、やっぱり日本がね、まだボールコントロールという意味ではね、ちょっと力がないなっていうのを第一線で分かってますね。なるほど。ですから早めに早めにタックル、チェックに入ってきますね、はい、ああいった格好でちょっとミスすると取っていくんですね。ひまわりや第1戦の時には古川電工は中盤は楽に割合とボールをキープできたんですが、今日はそういきません。持たせてくれないですね。スクリオンアルベルトへボールが1回戻ります。コスモスの攻撃です。ペレー行きました。うん、また前とこ出ますね。本当にコンピューターで測ったような感じですね。依然としてキラーにはボールをキープ。センタリングゴール前、どうだ、ポスト追い返す。トピッチです。キラーにはのセンタリング跳ね返るところいっぱいの横からの角度の難しいところがある中に右隅に決めました。このトピッチ選手は元ユーゴの代表選手であった人であります。前半23分終わってコスモス2対0とリードであります。小型乗用二乗狩りヤンマーディーゼルコンバイン、ダブルテンション、軽いタッチでスピード変速、ダブルアクション、上下左右に動いて選別は鮮やか、ダブルダブルのコンバイン、稲の絨毯、主役はヤンマーディーゼルコンバイン。依然として得点は2対0コスモスリードで続けられております。コスモス陣内です。ベッケンバウアー、ペレからまたフィナーリアへ、もう一回ペレ、クリスマは懸命にボールを奪い返そうとしてますが依然としてペレです。4番はキャプテンのウェーナーロス、すぐ後ろにベッケンバーがいましたが自分で持っていきました。ロス、ああ奥田がキラリアに取られました。今日は岡野さん、キラリアが非常に幅広く動いてますね、いつものようにねゴール前でね、点取りゃいいんだというのとちょっと違いますね、違いますね、はい、むしろキラリアが下がってペレがトップにいるという場面もありますからね、はい、ベッケンバーはさあまたまたコスモスをチャンスか、
ナーいっぱいです。ベッケンバウアーシュート、8番のガーベットのシュートは左を切れました。しかしやはりあのシュート自体でなくてテレが出す、あるいはベッケンバーが出すパス一つに7番の観衆が思わず通ってきますね。今のあのラストパスにしましたね、逆サイドを大きく蹴るような格好をしてそばを走り抜けてる選手に出していますよね、ですから日本のバックの選手が向こうへとこう気持ちを引っ張られる、その隙に同サイドへ走り込まれてそこへパスが出るという、10番のカナダ、あーっとでボールは依然として日本、2番横谷、もう1回戻します。4番加藤、早稲田の選手です、若い選手、鴨本、5番の新井登場、あパスが通らない、ちょっと日本も背がかぐんでおります。この応援またベッケンバーからスミスへのパス、もう一回スクリオンに戻りました。おっとこれは足を痛めたかな、18番のトピッチです。これはかなり痛そうですね。しかし岡野さんね、はい、あのブラジルのキングペレがいます、イタリアのキナリオがいます、西ドイツのベッケンバーアがいます、はい、そしてユーゴのトピッチがいます。こういう具合にあのつまりサッカーは南米型だとかヨーロッパ型だとかいろいろありますよね、はい、そういったパターンの違う国の選手が集まって一つのコスモスというチームができる、はい、そこにまた新しいサッカーが生まれる要素があるわけでしょうね。そうですね、まあ、そういう意味からいきますと、ね、やはりコスモスというチームの名前、極めて象徴的ですね。いわゆる宇宙という意味ですね、コスモスは、もう宇宙なんだ、このサッカーの宇宙なんだというチーム、それだけに、まあ、ある意味でいくとこういろんな国の選手が集まる、また同時にこれが、ね、サッカーの一つの面白さだと思うんですね、これだけ各国の違った人が集まって同じスポーツをね一つのチームでやられるというところ、やっぱり面白いところだと思いますね。コスモスにはとにかく国籍だけから言うと10カ国ありますもんね、はい、ただ反面ね、ゲームということで見ますとね、はい、やはりサッカーの一つのポイントを示してくれますね。それは何かというとチームゲームですけどね、一人一人が技術がうまく体力がありいい判断ができればね、そういったものの考え方とかそういうものに多少違いはあってもね、やはりチームプレーというものが成り立つということです ね、 なるほどね。そういう意味ではやはり一人一人をいい選手にすると、ということがどんな大事かということを、このチームは見せてくれますね、はい、トピッチ選手退場ですね。代わって、入りますのはゼッケン3番の選手が見えてます。デミトリデビッチが入りますか。そうですね、そのようですかな。いや違いますね、デミトリデビッチは選手を見てますから、まだあのラインの外です。まだ入ってないですね。まだ入ってないですね。入ってませんね。はい、ソーマーゲームは再開です。前半30分を経過しました。2対0コスモス2点のリード。さあなんとか全日本の反撃を期待したい場面です。ヘルがマークしてます。右に振りました。ゴール前に鴨本も行く。あーどうだ、奥寺ボールを結局キープできません。取られました。うん、キナリオのパス、これを逆に奥寺カットゴール前に流す。うーんダメです。アルベルトがいました。タウロスがいました。小井さん、全日本どう攻めたらいいですかね。ですね、あのなかなか前を向かしてくれない、それとそのスピードを止められてますよね、はい、ですからなかなかスルーパスが出せないということですね、はい、ですから、まあ、サウルスからのパスです、玉本君に一発期待するのとですね、やっぱり外から攻めることですよね。それでウイングへ早く球を出してやって、ウイングのドリブルの力、あるいは
もう一人そこにフォローアップしてやってですね、このいい壁パスとか、ワンツーのパスで突破する、はい、そこからのセンターリングから得点を狙うという、この辺じゃないですかね。真ん中は非常に強いですよ、あのカルビ、アルベットがいますしね。また両翼 のスピードある展開というのは、そう全日本出てますね。出てないですね、ウィングが走る形というのがですね、はい、この辺をどうやって出していくかということじゃないですか、はい、この辺でゆっくりしすぎますとね、もうなかなかスルーパスを出すチャンスがないですから、はい、ボールを持っているのはガーベット、スクリオン、12番のボブ・スミス。ボブ・スミスは、まあ、北米リーグ屈指のディフェンダーということで、昨年のオールスターにも選ばれている選手です。そのボブ・スミス、まあ、ボブ・スミスはフルバックの選手なんですが、本当によく上がってまいります。もうちょっとウィングじゃないかと思うぐらい上がってくる選手です。はい、アルベルトから向こうがペレー、そこに対7番のナイ、今日はレフリーは浅見さん、ラインズマンは倉持さんと丸山さん、浅見レフリーの笛です。岡野さん、今の場面などはそのままスピードの乗った形でゴールへ殺到するというようなことをちょっと期待したんですけどね。そうですね、ちょっと反則がありましたんでね、ありましたけども、全日本もちょっとまだ決定的なチャンスがつかめないでいます。テリー・ガーベット、22番がスクリオン、ゴール前の縦パス、これはちょっと長すぎた。キーパー田口、さっき森君が言ったようにね、もうちょっと速攻をやりたいですよね。ですよね。それが中盤でスピードなどがなんとなしに落としちゃうんですね。はあ、はあ、はい、ドリブル少なくした方がいいみたいですね。むしろあのパスで、パスを主体にした攻撃にした方が、それで速い攻撃ですね、はい、速い仕掛け、それをやらないとなかなかこのバックライン崩れそうにないですね。そうですか、ボールの後ろ行っちゃったんじゃ せっかくいいタイミングで上がってそこへパスが出たんですけどね、はい、あそこはやはりいいボールを放り込んでこないと点になりませんでしたからね。コスモスのゴールキーパーはヤシン選手でやります、トルコの代表選手だった選手でやります。として2対0、コスモスのリードがついて前半です。10番の今カナダ、さあこれからどうするとこういう形です。そうなんですよね、で結局突破できなくてね、はい、長いまたバックパスとかよくパスという感じになるとまずいです。さあゴール前左側、これですね。そうですね、12番のボビスミスにセンターリングが止められました。25番カウロス・アドベント、いや第1戦の試合4対2でコスモスが勝ったわけですが、その試合を見た感じでは全日本も何点か取れそうだという雰囲気も随分あったんですが、さすがに第1戦と京都はこれは岡野さん違いますね。コスモスは、だいぶね、最初に森君が言ったようにね、コンディションというものもね、非常に良くなってるし、はい、それだけでなしにね、今日はやろうという気が違いますね。そうですね、迫力がありますよ、はい、またコスモスはトップ選手が戦列に復帰しております。スミス、
ックになります。おお、ペレ選手が蹴りますね。ヒルマーニ監督が出てましたね。今気がついたのは、してみたいですね。はい、パーマニー監督です。さあ、ペレのキック外側でした。ペレからガーベットへのキックでありました。ガーベットのシュートはミス。ちょっとマークが甘いですね。そうですね、さあこれからスピードを上げて、ブランド鎌本へ、鎌本にペレがついている。ホイッスルが鳴りました。さあ鎌本のこのフリーキック、どういう形になりますか。さあシュートいきますかな。第1戦では試合終了間際に見事な、まあ、フリーキックの芸術家ペレ選手とバナナシュートが見られたわけですが、さあこの鎌本の場面跳ね返っています。あーいいパスだ。新井登場、鎌本、さあ、あーここでちょっと手を引かれた。今のような形で裏が取れますとね、そうですね、1点のチャンスが出てきますよね。はい、23番はメネセス選手でやります。また鎌本が蹴ります。おっと、直接ゴールを狙った。バルボールがこぼれている。シュートできない、惜しい。あ、これは日本の反則。投手ですが、あーキーパーもよく弾きました。まあ、こういうところ の、 カイザーフランツベッケンバーワーという人はもういつ見て も、 もうクールそのものという感じの人ですね。キープした瞬間の他の日本の選手の動きはどうだったですか。そうですね、今のような形はいいと思いますよ。はい、ボールが左へ展開されましてですね、じゃあ相手をこう揺さぶって、そしてまたボールの中に入れる、そういう形をどんどん出していけば、チャンスあるんじゃないですか。依然として前半は2対0、コスモスをリードがついています。サヨナラゲームインジャパン最終戦、全日本との試合です。アルベルトから縦パス、もう一回カルロスが自分で突っ込みましたが、全日本ボールを奪い返した。さあ全日本チャンス、ここで上がり早く決めていただきます。そうですね、一番左側奥寺が走っています。残り少なくなってまいりました。さあこのフリーキッカーのチャンスです。
番の加藤、10番体を突っ込むがダメ、若い選手どうですか森さん、今日まだあんまりいいプレーが出てこないですね。6番の藤島ちょっと倒れ込んでますね、ちょっと苦悶の表情です。ペレ選手の表情が3000ミリの高感度カメラによって映っております。コスモスにメンバーチェンジがあります。いや、そうではありません。ミセスペレが映っております。結婚して11年経っているご夫妻です。ペレ夫妻、ペレ行きました。前半も44分を経過しております。前半ほとんど残り少なくなってきました。シュートはちょっと弱かった。さあ残り時間少ないところ、全日本奥寺ボールを持ちました。今の場面です。奥寺から小本へパスが通りません。金田、切れないですね。でもああいう、あのトライをどんどんやるべきだと思いますね、はい、必要に必要に繰り返していかなきゃいけませんね、はい、キラーリアはここまで下がっています。キラーリアからカウロス・アルベルトへ、ボブ・スミス、それからアルベルト、これで前半終了であります。7番観衆が入りました国立競技場、ペレの日本での最後の試合、大観衆が入りました。2対0というスコアを持ちまして、前半はコスモスリードで終わったわけであります。それからあの戦術眼ですね、さてボディバランス、はい、全てね、もうお手本になりますね。岡野さんいかがですか。全くその通りでね、まあ、あの見てますとね、ペレ選手っていうのはね、非常にそのただ見せたらね、簡単にいろんなプレーやっちゃうんですよ。だからね、あれが本当にすごいのかなと、まあ、初めて見る方やなんかはそう思いになると思うんですがね、はい、あの丸いボールを実はあれだけ意のままに動かせると、いうこと自体がね、ある意味でいくとも脅威ですね。そうですね、はい、渡辺さん、はい、新村さん、あの今ペルの話が出ておりましたけれどもね、今日もたくさんのね、小学生、中学生、ちびっこファンがいっぱい来てるんですよね、はい、でね、みんなに一体何時頃来たのって聞いたんですよ、ただこれあんまり放送で言っちゃまずいのかもしれませんがね、1時か2時頃って言うんですよ。学校がある時間でしょ、学校どうしたのって言ったら、はい、ちょっと早退してというようなねもうとにかく今日ペレ見たいということなんですね、はいはい、で場内にたくさんの横断幕がありますね、これは私さっきずっと見ていたんですけれどもね、とにかくグッバイペレ、さよならペレという横断幕が多いんですね。なるほど、さよなら、はい、メキシコの神風、見せてくれ最後の神業、こういった横断幕の中にね、渡辺さん、電光掲示板の下にね、ペレやめるなって書いてあるんですよ。あ、なるほどね、あの、メキシコでね、ワールドカップ勝ったその後、国内の試合でやめるという時にもそういうファンの声がたくさん飛んだというのはもう皆様よくご承知の通りです。そうですね、はい、前半は2対0とコスモスがリード、後半の全日本の活躍もまた大いに期待したいと思います。
です。肉体疲労時の栄養補給にリポビタン D、 ワシのマークの大正製薬の製品です。場内ではハーフタイムショーが行われておりますが、まず前半を振り返りまして、キナリア選手が挙げました1点目をまたご覧をいただきたいと思います。前半は2対0でコスモスがリードで後半に移ってくるわけでありますが、まず前半のキナリア選手の方得点、それからキナリア、もう一回手で戻ります。ベッケンバウアー18番トピッチ、ここでトピッチがずっと持ってくるんですね。それでキナリアへ、岡野さんが前半の間で指摘されたあのトピッチのドリブルに対応できなかったということですか。そうですね、 あそこでもう崩されちゃったですね、ここですね、振り切られてますね。スライディングタックルにしようとしてこのためもう一回ダメ。そしてある意味でいくと森君が言ったマークが甘いとボールにみんな釣られて、肝心のキナハリは誰もついてなかったですね。なるほどね、はいはい、ピッチが行ったところに3人行っちゃったですよ、はい、さあそれではですね、今日は前半まだペレ選手のゴールが挙げられてないわけなんですけれども、あのフリーキックの芸術家というその真髄を遺憾なく見せてくれました。先日の土曜日の第1戦の古川電工との試合の試合終了間際、あの見事なフリーキッカーの1278点目、この試合をもう一回再現したいと思います。この時にはユニフォームがあのグリーンのユニフォームで登場しておりますコスモス。これは岡田さん本当に素晴らしかったですね。これはね本当に素晴らしいシュートでしたね、ボールの、ね、回転を白黒でよく見ていただきたいと思うんですね、はい、実にうまいところに飛んだですね、本当に目の前には日本の選手は壁になってるんですが、ちらっとゴールの隅を見やるような感じで、ボールが回ってますね。森さんいかがですか。いや本当にペレならではという得点ですね、今のは。そうですね、はい、まあ、果たして後半に今のような芸術的ね、あの神業をぜひともまた、ペレ選手に見せてもらいたいと思います。前半は2対0とコスモスがリードで、現在国立競技場のフィールドではハーフタイムショーが行われているところであります。やった！肉体疲労時の栄養補給にリポビタン D、 ワシのマークの大正製薬の製品です。メカニズムが到達したマッハの世界、ソニーは今触れる瞬足選曲、ソニージェットセンサー。あーホーローマン、水に強いぞホーローマン、火にも強いぞホーローマン、だからにも火にも強いサンウェーブのホーロー流し台、お宅どちらのホーローマン。サンウェーブの流し台。風がフォルムを作り、トータルエアロダイナミクスがセリカを変えた。
ペシャルティーカーの新しい世界、ニュースペシャルティーカーセリカ。答えは風の中にあった。ペレサヨナラゲームインジャパン、いよいよ後半ペレ選手が入場してまいりました。ペレ選手についてこういう話を聞きました。メキシコのワールドカップで優勝したときに、練習場はもう報道関係以外一般の観衆オフリミットだったんですが、ぜひペレ選手に会いたいという目の不自由な少年が特別許可をもらって練習場にやってきました。まあ、そのときにペレ選手はその少年の前に行って、小さい少年なんで立ってたんではその目の不自由な少年が体に触ることができないというんで、少年の前に両足をついてひざまずいて、少年が頭から顔形からその胸の厚さから腕の太さから足からずっと触って偉大なプレーを確かめている間、なんと実に20分間その少年と一緒に過ごしたという話を聞きました。こういうところにやっぱり単にサッカーがうまいだけでない、人格者のペレという、それだから世界の人に愛されたペレという、そういう感じしますね。ペレの人間性っていうものが、さあ後半の開始です。3番のこれ入ってまいりましたね。3番はデミトリジェビッチが入ってまいりました。これもユーゴの選手だった人で、非常に精力的に動く選手であります。今場内アナウンスで選手の変更が告げられております。後ほど全部まとめてまたお伝えをしたいと思います。お客様にお願いいたします。この3番がデミトリジェビッチ選手です。物を投げないでください。岡野さんね、今私がちょっと申し上げたエピソードでも分かるように、つまり技術とハートを持ち合わせたスーパースターという感じですね、ペレは。そうですね、まあ、それでなければね、世界中どこ行ってもね、正直言ってその国の大統領の名前知らなくてもね、子供たちはペレの名前っていうのはどこの国行っても知ってると言われるぐらい、それだけ愛されるんですよね。そうでしょうね、アルベルト。日本の攻撃になります。しかしカットされました。キナリアが厳しいチェックですぐボールを奪い返します。今日はよくディフェンスしますですね、キナリア。動いてますね、はい、キナリアは。攻めだけじゃなくて、はい、まあ、先日もコスモスの第1早々の記者会見があったときに、コスモスチームはこの後中国へ参りまして、北京と上海で試合をするわけですが、中国の選手はどの程度ペレ選手を知っているかという、質問が飛んだんですが、そしたらサッカーは世界中でやられているスポーツで、中国でも当然ペレ選手については十分に承知しているという団長の答えがありましたけどもね、もうそれもそのはずだと思う。キングペレの最後の試合でやります。さあ日本の攻撃、ついてますね、カードサードベルト、はい、やはりベッケンバーが退きまして、デミトリジェビッチが入り、それからメネセスが退いて、ゼッケン5番のホーモスが入っております。バックスにホーモス、バックスではありませんが、非常に俊足で日本のウイングの永井と競り合っても負けないくらいの快速の持ち主でありますホーモス、それから精力的によく動き回りますジェミトイジピッチと、この両選手が後半入っております。コスモス一本ヘッディングでクリア、しかし自然としてまだジェミトイジピッチ、ペレ、それからもう一回ジェミトイジピッチ、もう今のようなパスでもね、こうやってサッカーを知らない方見てると、来たともうポンと横へ出したっていうだけぐらいの感じに見えてしまうんですけどね、はい、コースといい、強さといいですね、ぴったりのそのタイミングで出てきますよね、はい、これがホーモソです。挑発のホーモソですから、そういう意味では森さんね、はい、ペレ選手を出すパスというのはもう相手が本当にプレーしやすいようなところが出てくるんですね。受ける選手の身になって出しているということですね。
どうやら変更はないようであります。さあ日本の攻撃、長い長い、まだ日本スローインです。一人コスモ選手が倒れてますね。ちょっとしゃがみ込んでますね。大丈夫でしょうか。アルベルトが変わるんですか。ああアルベルトが下がって変わって17番が入ってきましたね。カンタロ選手、はい、このあたりは後半日本にとってはチャンスであります。これでベッケンバーはカルロス・アルベルトという、まあ、ゴール前あるいは中盤しっかりと抑えられていた2人が一応変わったわけですからね。日本の反撃後半ぜひ期待したいと思います。17番カンテロ、このカンテロ選手はコスタリカの選手であります。相手のバックラインの裏の取れないところへいいボールが出ましたですね、ああいうパスをもっともっと出してほしいですね、他の選手も、はい、14番の選手が今見えましたね。これモライス選手、この選手も入っております。この選手も後半登場。もうかかりボールを取った。日本の攻撃、8番の西野、5番の今のがホーモス選手、日本のスローインです。コスモシンが深く入っています。7番の長井、さあこのフリーキックのチャンス、トップが蹴るようですね。そうですね、むしろゴール前でシュートを狙ってほしいんですけど、はい、浜本が奥寺へというような感じになってるんでしょうか。ちょっとホームスは少しボールに近すぎますね。そうですね、浅見で振りをもう少し下がれていってます。さあ浜本のキック、もう一回からベッケンバ、ヒナーリア、ヒナーリア、そしてトップに上がっていきます。ホーモソン大きく逆サイドに振りました。前半2対0、前半のシュートはコスモスが10本叩き、日本は9本叩いてるんですが2対0。22番のスクリオン、ゴール前のヒナーリア、隙があったらシュート打ちますね。打ちますね、もう一度今見てみましょう、ね、これもシュートね、はい、まあ、実際に本当にあの世界のトップスターの中で厳しいチェックの中でゴールを決めようというストライカーは今のようなほんのちょっとしたところでも狙っていかなきゃ、ね、なかなか決まりませんよね。今の止めますともう潰されるわけですよね、はい、ホームズからのパス、バックパスは、キーデのバックパスはタッチを割りました。日本のスローインです。ベンチに下がりましたアルベルト選手。小原さん、日本の攻撃に後半少し変化が出てきましたか。前よりはね、走ってますが、ね、奥田だ、奥田だ、センターリング、ヘッディングではちょっと上背の差があります。
ね、はい、簡単に言ってしまうとね、走る量が足りないですね。そうですか、はい、ボール持った時に歩いてる選手がやっぱり比べるとね、日本の選手の方が歩いてる選手多いですよ、はい、こういう時でもですね、特に日本はその若返りをしたわけですからね、若い選手が少々の技術の未熟さは走ってくそれを補うんだっていうようなことが欲しいんですよね。そうですね、横谷、さあここでどんぐらい選手が走るか、奥寺です。右から長い上がっていきます、シュート、ですね、はい、今の場面です。枠からはそれたけど、いいトライですね。そうですね、これね、あのくらい思い切ったことやっていかなきゃいけないですよね。今ちょっとあの日本がペースに乗りかかっているところですね。そうですね、はい、さっきの奥寺君の突破からちょっと形が出てきましたね。ゴール前、ヘディングシュート惜しい。フルカーコンビですね。そうですね。はい。ご覧いただきます。よく日本リーグの試合でもこういう形を作りますよね。ああ惜しかったですね。後半10分を経過しました。やっぱり相手のバックラインが大きいですからね、今のような低い速い球を入れて、相手の前でヘディングを取るというね、はい、そういうことじゃないとなかなか勝てないですね、そうでしょうね、競り合いに、上手の魚にありますからね、4番の加藤、手を立て直して全日本の攻撃になります。後半開始10分過ぎています。日本がなかなかいい形を作っているところですが、ここで玉本をマークしておりましたコスモスのキャプテン上野アロス、反則があります。日本のフリーキック、ここで周りが走んなきゃいけませんね、はい、二宮監督です。もう前の方の選手止まっている選手が、3人も4人もいますもんね。長いへ、まだまだダメか、なんかやっぱりあの玉鼻がもう一つ自分の足元から遅いような感じもありますね。ペレ、まあ、これだけの人が見に来てくれてるんですからね、はい、やはりコスモスのいいところだけでなしにね、全日本のいいところもぜひ見せてほしいですね。そうですね、はい、おお、強引なシュートはダメです。やはり今日の7番の監修はね、ペレの姿を見たい、見ておきたい、釜本の全日本のユニフォームの試合もこの目に焼き付けておきたい、同時に全日本の新しい姿もぜひ見たい、そういう気持ちのお客さんもいるはずですからね。7番大監修、本当に場内満員になりました。東京オリンピック以来、サッカーのみならずこの国立競技場の一般のスポーツとしては新記録のこの大監修の前です。その信頼から入りました全日本、3番の斉藤、センターにのチャンスは使えません。ゴール前、玉本、いいぞ、ダメ、シュート、ダメ、しかしコーナーキック、岡野さん、今のシュートの前ですか、やっぱりね、遅いですか、止めた後が遅いんですよ、ね、でももうここでね、はい、コントロールですね、バウンドさせたらやはり崩されますね、はい、じゃあ日本コーナーキック、キーパーダイレクトです。まあ、日本がかなりいい形を作りながら、どうしても最後の決定力に日本のフォワードが今一歩という形が、まあ、長年続くんですけどね、はい、今なんかその一つの象徴的な感じですね。そうですね、8番
のカーベット、先ほどちょうどキナーリアがほんの僅かな隙でもすぐシュートの体勢を作る、はい、あるいはゴール前の体のあのプレー型の速さね、はい、こういう話が出ましたが、ぜひともそういうところは日本の若い選手が身につけてもらいたいと思います。17番カンテロからまたゴール前へ、残念がっております。あ、危ない、日本の攻撃がひとしきりの後コスミスの逆襲になってきました。このコーナーキックです。はい、ペレ、素晴らしいシュートですね。そうですね、岡野さん、ゴール前で相手の選手をフリーにさせる形が出てきましたね。あのね、ミスパスからなんですね、相手が狙ってる、つまりね、スローダウンしちゃうもんですからね、はい、相手に余裕ができちゃうんですよね、はい、その狙われてるところ、狙われてるところへボールが出てくる、うん、最初にあの前半ペレが素晴らしい姿勢で森君が説明しましたけどね、タッチラインの方を向いてて右に出たですね、はい、それは日本のはもう向いてる方、向いてる方へパスが出てくるんですからね、相手に読まれちゃいますね。それを外すためにはやはりもっと早めのパスを使わないとね、なかなかマークは外せないですね、自分で信号を出しておいてそこへパス出していくんですね。まあ、ドイツではテレフォニーレンと言いますかね、ほうほう、電話をかけてからパスしますと。なるほど、予告付きですか。はい、10分過ぎ台までかなり攻めまくったんですが、依然としてまだノーゴール。それにしても本当に20年間にわたるペレの世界での第一線のあの活躍ぶり、今日足に手にヘッドに強くするかを見る、ペナルティですね、ペナルティですね。さあ二宮監督、よしという一点を返すというこの場なんですが、見てみましょうね。後ろから押さえつけられてますね。そうですね、はい、当然日本はカモンさん蹴るんでしょうね。案外藤島君あたりが蹴るかもしれない。そうですかね。今日はしかし鎌本君に一つ、鎌本君蹴るようですね。鎌本ですね。全日本のユニフォームを着た最後の得点になるかもしれない、そのペナルティキックですね。さあ、あー、惜しい、やったぞという野心。川本が右を狙うという感じで途中からパッと左変えた、あ、左を狙うという感じで右の方へ押し出したんですね。よく野心がよくセーブしましたね。セーブしましたね。ちょっとコースが甘かったですけどね。惜しい。依然として2対0コスモスリード。さあ、また日本ボールを取った長井へ、ここで押し上げですよ、思、はい切ってね、はい、長井ドリブルで進む、金田君のいいところが出ましたですね、はい、非常にあの小回りの利くドリブルの上手いところ持ってますからね、相手の間をちょっと外してきました、はい、そのもう一つ前からです、はい、ここからですね、長井のドリブルがこのボールをコントロールしてですね、
はい、非常にうまいドリブルですね。スピードがありますし、10番ペレー出るところ、日本もカットバックパス、ペレーを回すという藤島からゴールキーパーの田口へ、またカナダに行きました。スピードがあります。カナダ西野、西野は切り込む、まあ、西野も高校時代からそして早稲田に入ってずっと日本のホープの一人なんですけれども、ほとんどのヨーロッパ遠征では非常に力をつけてきた一人だと宮宮監督は言っています。鎌本へ、鎌本ゴール前、まだ自分です。ああ持ちれません。日本のスローイン、またコスモス陣内です。日本1点を返したい場面です。西川からゴール前へ、ヘッティング、キーパーへ、だいぶ攻めの形が良くなりましたですね。そうですね、はい、ああ前半20分を経過しています。後半20分を経過しています。ワンゴールは絶対日本を挙げてもらいたいところです。どうでしょう、もう負けてるんですからね、責任の存在ないと。ペレ、さあ最前線へ立てます。18番トピッチ、ゴール前にはキナーディア、スクリオンからトピッチへ、もう一回ボールが戻ります。シュートの場面がまだないですね。そうですね、いいシュート持ってるんですけども、はい、あの左足のシュート見たいですね。しかしそれにしましても前後半素晴らしいパスを出し続けているキングペレ、まあ、ペレ選手は17歳でワールドカップに出まして、ワールドカップ史上最年少の選手という記録を持ったわけです。その17歳の時にして既にも本当に世界のトッププレーヤーになりました。そのペレの日本で実際にプレーを見る最後の試合です。縦パス、右に奥田がセンターに入っていく、惜しいな、はい、奥田君から長井君ですね、はい、古川コンビ、はいはい、もう一回見てみましょう。ちょっと忘れたんだ、あそうですね、ペレ選手はね、とにかくあの普通の選手よりも目の視野ですね、はい、これがあの 30% 他の一般人よりも広いっていう話があるんですね。あ、それがペレ選手の状況判断としてますね、はい、選手がその17歳でワールドカップに出ました時にね、はい、そのワールドカップ1年生の時にすでに当時のいわゆるマスコミがですね、極限的なフォワード、偉大なシューター、華々しいドリブル、止めようのないスピード、コブラを回せるような威力十分なヘッディングの持ち主と、これだけの形容詞をつけたんですね。そうですね、っていうのはね、ワールドカップに出るね、あの前の年のシーズンでね、はい、特に彼は17歳でブラジルリーグの得点王だったんですよ、はい、素晴らしい、そういう生まれつきのものを持っているわけですね。そうですね、
ですが、お父さんもサッカーの選手だったそうですが、お父さんは怪我が多くてプロの世界では対戦しない選手だったんですが、そのお父さんはペレ選手という切り返しだったんですが、ゴール前危ない、いやこれはオフサイドですね、これはオフサイドでした。ジュアリアとペレが突っ込みましたが、これはオフサイドでした。依然として2対0、コスモス2点のリードがついております。後半25分終わって、依然としてコスモス2対0のリードであります。肉体疲労時の栄養補給にリポビタン D、 ワシのマークの大正製薬の製品です。オメガを手にした時人は感じる、心を満たすオメガならではの気分、確かにもう一つの時が流れている。ソフトキャラメルが優しく包みました。現代のメカニズムが到達したマッハの世界、ソニーは今触れる瞬足選曲、ソニージェットセンサー。依然として2対0、コスモス2点のリードがついております。後半戦、全日本は4番の加藤に代わりまして、ゼッケン12番今井が入っております。私もフランスペレに行きました。ペレペレペレにもう1回、ああオフサイドでした。ここで先ほどのちょっとご覧いただいたペレのフリーキックをご覧いただきますが、非常に距離が長いところ、何十メートルありましたかね。そうですね、25メーターぐらいあるんじゃないですか。コストのわずか右というところ、藤島跳ねておきました。さあもう一回この正面、これでまたペレのフリーキックが見られますね。そうですね、まあもう勝敗を別にしますとね、はい、森さん、全日本に1点欲しい、はい、ペレの1点が欲しいですね。そうですね、奥さんも写真撮ってますね。フリーキック、どんな、まあ、絶対ゴールを狙うシュート、どんなキックを見せてくれますか。あ、これは壁でした。キーパー飛び出す。田口好判断でした。そうですね、今のご覧いただきます。これはもう正面で当たってましたが、ゴール前にジェットしております。コスモスの選手もそういうところはどう考えているか、ちょっとペレに集めてペレの1点を狙わせてほしいという気持ちがね、私もからすればあるんですけれども、全日本の逆襲もダメ、5番の方もそう、あるいはそれ狙ってんじゃないですか。ペレがあの、センターフォワードのポジションに残ってますからね。そうですね、イナリアがむしろ中盤に下がったりしてますね、はいはい。ペレがトップにいますね。あ、ペレ行った、ペレ行った、あーってダメだ、ペレ渡らない。ちょっと防戦一本になってきました全日本。ガーベットから向こう側へ、2番のスタリオン、さあペレ行きました。あ、スルーパス、イナリア
パスをしようとしました。ヒールを使おうとしましたがダメ。全日本もなんとか行ってあげてもらいたいと思います。18番のトピッチ、このシュートは落ちていました。これはちょっとコスモスバリで宇宙遊泳的なシュートになってしまいました。前半2対0コスモスリード。後半全日本もなかなかいい形を何回も作ったんですけどね。そうですね、まあ、リーグの最中というね、そういう意味で、まあ、一緒に練習できないという事情はありますけどね、やはり例えば奥寺君の足の速さとかね、そういうものをお互いに生かすようなゲームをもうちょっとやってほしいですね。なるほどね。いいところが出てこない感じがしますね、今のところはね、ボールをキープします。カナダ、カナダセンタリング直接ボールを上げた、ゴールキックになりました。コーナーが決まりました。右からのコーナーキック、鎌本が蹴ります。うまい展開ですね、こういったやっぱり身のこなしはやっぱりカナダ選手とっても良さだと思いますね。はい、はい、今度はスローイン、川本はスローインです。2番の横谷、直接ゴールになっちゃダメです。依然としてまだコスモス手で、ちょっと分かりません。コーモスボールを取りました。またコーナーキックのチャンスを使いました。場内パレパレパレコール、コスモスのスローインになります。もう一度ご覧いただきましょう、はい、ポーンとこう蹴るような感じですけどね、軽くいいところを飛んできますね。ゴール前左側にペレシュート、シュート使いました。動き止めちゃいけないですね、はい、ちょっとそういう意味では全日本も少し力が出てきましたか。若い選手多いんですからね。そうですね、まだ走れますよ、はい、デミチョイチビッチから向こう側へパス、ゴール前センターにキナーリア、
シュートいくか、手に渡らなかった。もう一回ロングシュート、雨あられという感じになってきましたね。ゴール前がちょっとマークがボケてきましたね、はい、それとあのミスパスがちょっと目立ちますね、17番はカンタロ。カムチ君大丈夫かな。カムチ君立ってますか。大丈夫でしょう。誰は、はいはい、丈夫ですからまた変わりましたね。そうじゃ、ちょっと手当てをしてもらったんですか。コスモスの方は、はい、ゲームはそのまま続行されます。依然として2対0、コスモスが2点のリード。7番の大観衆を乗りました国立競技場でやります。ペレサヨナラゲームインジャパン、全日本との最終戦、私どもがペレが蹴った、ペレが走る、こう申し上げる本当に最後の試合です。日本での最後の試合。長すぎました。全日本は選手が1人変わりますね。はい、ペレがクローズアップされております。完全にの交換のカメラが捉えているペレ選手の表情です。小前田選手が入りましたね。はい、小前に代わって小前田が入りました。全日本モライスでやります。これをよく止めたんですよね。これもう一回体で弾き返すんですけどね。このモライスのところもマークという選手は誰もいませんでした。そうなんですね。3対0、もう一回ご覧いただきます。もう止めきれなかった。3対0と点差が広がりました。東京農大の杉山が入りました。杉山が入っております。背番号は14番。彼は非常にボールコントロールのいい選手ですね、相手をドリブルで外す力がありますので、そういうプレーを見せてくれるといいですね、はい、一番手前右側を走っておりますのが杉山です。その杉山へ、ダメだ。3番デミトジェビッチ、18番のトピッチ。横谷は懸命にマーク。ロイヤーって出しました。通りませんね。相手からの攻撃さが怖いんですよ、これはコーナーキックですね。コーナーです。さあまたペレー焦点があってほしいもんだと思いますが、ショートコーナー、3番のデミトジビッチ、ボールをキープ。自分で直接ゴールへ、正面でした。後半も38分から39分になろうとしております。3対0、コスモスがリード。北米リーグで優勝いたしましたコスモス。ペレのサヨナラゲームインジャパン、残り時間もだんだんと経過してまいります。ゴール前、これは長い。さあペレー、
ボールをね、チャンスだと思ってくれないと困りますね。グラウンドに立っている選手は傍観者では困るわけですからね、シュート、もう1点取ってほしいですね。後半入りました。今井選手、今井慶三、ようやく日本1点を返しました。後半の40分を経過しております。そして杉山へ、しかし日本スローインです。今熊本君シュート狙ってたんですけどね。自分でね、シュートを取っていうドリブルしてましたけど、依然としてまだ日本相手陣内中盤でキープ、強引に打った。これはちょっと大きい。新井ですか。新井選手ですね。日本も1点を返しました。残り時間は4分。また今井です。センターリングゴール前、あまりシュートできない。もう1回杉山、あーっと惜しい惜しい。ちょっと日本も試合終了前盛り上がってきました。
しくなっております。このペレ選手の姿、背番号10、20年間世界でサッカーをしていくには148国を超えています。それらの国の全ての人がキングペレ、キングペレと称え上げたこのペレ選手の姿です。試合終了です。試合終了です。これで本当に私どもはさようならペレ、軍配ペレという言葉を彼に送らなきゃなりません。Momento da minha vida, todos sabem que futebol é parte de minha vida e naturalmente essa despedida aqui com todo esse carinho desse povo me deixa muito emocionado. Infelizmente, Pelé 選手のお別れの挨拶が続いております。Mas, 本当に心からペレにありがとう、さようならと私ども申し上げて、ここの国立競技場からお別れをしたいと思います。さようなら、キングペレ。さようなら。